こんばんは、ホラー作家の田辺誠也です。田辺誠也の奇妙探求、今週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは作家の川名真理子さんです。よろしくお願いします。川名真理子です。よろしくお願いします。川名真理子さんは八王子出身、会の体験者として土地を取材、これまでになんと5000件以上の会体験談を収集、会談の語り部としてイベントや動画などでもご活躍されています。最近はね、こちらの僧の会談なども発表されてますよね。はい、ありがとうございます。先日道頓堀のザザという場所で中山一郎さん主催のダークナイトという会談イベントでね、ご一緒させていただいたんですけれど、はい、そこで呪われた着物を、はい、はい、ね、お召しになっていらっしゃって、ね、その会談からまず聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。もうすぐですね、発売になる、怪談や怪談というこちらの本がありまして、でこの本でいろんな怪談師の方などを取材させてもらったんですけど、その中に早瀬康弘さんがいるんですね。でせっかくだからということで、こちらの本の中にもこの話書いたんですけど、実はイベントで話したのは先日のザザで披露したのが初めてだったと思うんですよ。初め反物でいただいたんですよね。そうなんです、早瀬康弘さんから反物でもらったんです。でその大体その反物でもらう時もちょっと不思議な感じで、早瀬さんがある怪談イベントに反物をたくさん持ち込んだんですよ。それでこれは呪物だというようなことだったので、みんなで楽屋にいた人たちでみんなそれを覗き込んで、見てたんですね。で見せてもらってたら、林さんがこれお好きなのを川名さんに差し上げますよというふうにおっしゃって、何かと思ったらこの反物を僕に提供してくれた方々もみんな川名さんにぜひ使ってほしいと言っているっていうことなんですね。でご指名いただいたわけですけど、私としては全くわけがわからなくて、一体どういうことなんですかとお伺いしたら、この反物には呪いがかかっているんだと。子孫を根絶やしにする呪いがかかっている。で、お子さんをこれから持つような方、またそうですね、現在妊娠なさってる方であるとかね、若い女性なんかだと、この反物を持つと触りがあるかもしれない。で、この反物を扱っていた呉服屋さんのお嫁さんという方も、長く不妊治療をなさって、不妊に苦しんだ挙句、ようやっと子供ができたら、そのお子さんもまだ赤ちゃんなのに、重い病気にかかってしまった。ご本人も病気にかかって、家族仲が悪くなって、結局離婚されたようだ、ということだったんですね。で、一応お払いは受けているけれども、とにかく、触りのある着物というか反物なので、かなり呪いを跳ね返すような精神的なエネルギーが強い人じゃないと差し上げることができません。というような。で、私なら大丈夫だということらしいんですよね。で、そうなのかと。実際私はもうね、今後妊娠する予定はありませんし、子供ならすでにもう産んで育てておりますから、ではありがたく頂戴しようということで選ばせてもらって、2反反物をいただいたんですね。どちらもものすごく良いお品物で、私には絶対買えないような。実際のうちに着物に仕立てるときに呉服屋さんに聞いてみたら、1反あたり50万はくだらないと。かなり高価なものなんです。で、私もね、正直、非常に恐縮と言いますか、本当にこれただでいただいてしまっていいんだろうかと思って何遍も林さんにお伺いしてたんですよ。これ本当にもらっていいんですか。でそしたら林さんは、僕もただでもらったものだから構わないんだ、遠慮しないでとおっしゃるわけです。でもどうなんだろう、本当に林さんが嘘をついてるとは思わないけれども、どこの呉服屋さんかも私は存じ上げないわけですし、本当にどんな経緯で林さんのところに行き着いたのかもよくはわからないと思っていたらば、これは偶然とは言いかねるような感じで、あちらから私を選ばれたと思うんですが、その反物に関わった女性から
私にメッセージが届きまして、で X のダイレクトメッセージだったんですが、でぜひこの話を取材してほしいということだったんですよ。そこでインタビューを申し込んで聞いたというわけなんですけれどもね。そしたらまあ分かったことが、実際その反物には呪いがかけられていたということで、その呪いというのは確かに子孫を根絶やしにする呪いだったということは分かったんです。どういうことかと言いますと、これね、大変有名なお店なんで、お店の名前は伏せざるを得ないで、地域もちょっと伏せないといけないんですが、関西地方の非常にこう老舗の日本刺繍の名店がありまして、で、まあ、有名な、工房ですね。で、その工房には、まあ、作家物の、なんて言うんでしょうね、刺繍を扱うようなギャラリーが併設されています。で、ギャラリーと事務所の方の電話の受付を、私が取材させていただいた方、仮に A さんとしますが、A さんのお母さんが担当なさる。ある日、A さんのお母さんのところに、まあ、電話かかってくる。事務所に電話かかってきたわけですけど、それが不思議な電話で、私は神戸の A というものだというんですね。で、これからお宅の娘さんに四柱推命で占ってもらいたい人がいるんだ。ぜひ占ってあげるようにというようなことなんです。でもこれがおかしくて、で、私にこの、取材させていただいた女性、確かに四柱推命の占いはしている。そしてその刺繍工房の娘さんであることは間違いないんですけれども、四柱推命の占いというのは、口コミで広めているもので、大々的に宣伝しているわけでもないし、その日本刺繍のお店とは全く関係がない。チラシなんか置いてるわけでもなくて。で、お母さんは不審に思って、どこでそれをお知りになったんですかというの。するとその男性が、いや、お宅のギャラリーに3度ばかり行ったことがあるっていうようなことを言うんですね。で、神戸の A だと名乗っている。で、その名前、神戸というところからお母さんが軽く調べてみたんですが、全然そのギャラリーの方には記録が残ってない、芳名録なのに名前がないわけですね。で、お母さんも神戸の A さんで3回も来たって言ったら、まあ、覚えてるんじゃないかと思ったわけですけど、全く覚えがない。男性のお客さんはそもそも少ない。変だなと。で、お母さんは直接その娘に占ってもらいたいという方からご連絡いただいたら対応しないこともありませんというようなことを、まあ、答え。で、するとそれから3日ぐらいして手紙が届いた。で、この手紙が、その、先日の電話の男性と同じ名字を名乗っている女性からなんですね。ところがその女性の手紙っていうのがまた奇妙といえば奇妙で、私は実はこれは旧姓なのだ。現在はまだ結婚している。しかし近々離婚するつもりがある。で、私が結婚しているその婚家というのはこの関西地方の老舗の呉服屋なんだと。で、ところが、そこの家族とうまくいかなくなってしまった。で、離婚についても相談したいし、それにまた、いろいろと、四柱推命で占ってもらいたいこともあるんだと。で、娘さんのことは、ちょっと聞いて、小耳に挟んで知っていたと。ぜひお願いしたいというような手紙だった。で、まあ、お母さんに、その、娘との仲を取り継いでほしいということなわけですね。で、これは、まあいいかと思って、それで、私にこう取材させて、私が取材させてもらった女性の方までお母さんから連絡が来て、こういう相談があったんだけどいいかしらと。で、先方にお返事したいんだけど、ということで、そしたら、まあ彼女は、いいわよと、そういうことだったら別に構わない。で、その老舗の呉服屋さんに名前も書いてありまして、〇〇呉服屋、呉服店。あそこなら知ってるとね、そこだったらば、まあ、同じ地域ではあるし、確かに、いろいろと、人のつながりもあるから、もしかすると、私が四柱推命の占いやってるってことも、小耳に挟んだのかもしれない。不自然じゃないな。前の電話の人は、ちょっとおかしな感じだったけど、ご親戚か何かでしょう。というようなふうにね、理屈をつけまして、なんとなく納得して、で、お母さんに、紹介してもらうことにした。
すると、その女性の方からも連絡がありまして、ごくごく常識のあるような、教養の高いような女性のような感じがしたんで、安心して待っていた。と、その約束の日になって、その占ってほしいという女性が現れた。離婚したいと言ってる人ですね。ところが、思っていたのと違って、赤ちゃんを抱えて、もう顔色真っ青で、もう衣服も乱れていて、いきなり、彼女の家の中に駆け込んできてしまった。ダダダダッと、招き入れる前に走り込んできて、はあはあ肩で息をついてるような様子で、様子がおかしいし、まあ、なんでしょう。まあ、礼儀を欠いているというか、非常識な感じ。挨拶もしてないし。で、一体どういうことなのかなと思ったら、もう助けてください。この子の命が危ないんじゃないかと。私も病気だし、この子も病んでいるんですと、赤ちゃんに刺して言う。で、実は、今夏というのは、どうやら、蛇に呪われてるんじゃないか、というようなことを、急にベラベラ話し出す。で、順を追ってお話を伺いたいんで、まあ、落ち着いて、って言って、お話を伺うことにした。と、お見合いで、呉服屋さんと、まあ、の、跡取り息子さんと結婚したっていうんですね。で、その、お見合いで結婚したいきさつっていうのは、先方のおじいさんっていう方が亡くなられて、で、まあ、会社の方が、呉服店の方が、なかなか経営が傾いてしまって、どうするのか、今後どうしたらいいのか、で、後継者をとりあえず早く決めないといけないというような、その家の方の都合がありまして。で、まあ、なんとか、この子を、まあ、社長を継がせるために、やる気を出させるためにも、結婚させた方がいいというような、そういう感じで、まあ、お見合いをして、で、結婚することになった。その時は特に嫌な人だとも悪い人だとも思わないし、気が合うと思っていた。ところが、なかなか子供ができない。で、ようやっと子供ができて。ところが、まあ、そうすると間の悪いもんで、やっと子供ができたぐらいの頃から、呉服店の方の経営はどんどん傾いてきて。で、せっかく子供が生まれたのに、子供というのは、まあ、持病があった。で、彼女も何か糖尿を患ってたようで、それがまた妊娠中に発覚したということで、非常にそれがね、あんまり状態が良くない、治療が必要ということです。すると、その体が弱いせいか、子供が病んでいるせいか、彼女自身は全く理由がわからなかったんですが、夫婦仲が悪くなって、で、向こうの先方のご両親ね、お舅さん、お舅さんからも邪険にされるようになってしまい、で、まあ、里帰り出産で実家との距離が近づいて、で、それからまあ、産んでから3ヶ月ぐらい経って、ところが、自分の家の方に戻ろうとすると、なんだか邪魔が入ってなかなか戻してもらえない。で、せっかく帰ると、今度は鍵が変えられているというね。彼女が留守にしてる間に、自分の家の、要するに、こう、お連れ合いと、お舅さん、お舅さんと一緒に暮らしてる家の鍵が勝手に変えられてて入れないというようなことがあって。で、彼女は非常に傷つきまして、これはちょっともうやっていけないんじゃないかと悩むようになった。で、また実家に一旦戻る。するとそこに、今度しばらくしたら、その今回の方から、呉服屋の方から連絡があって、お宅のおじさんをよこしてほしいって言うんですね。で、おじさん、要するに、お嫁さんというか赤ちゃん抱えてる彼女ね、彼女のおじさんっていう人は、神社の神主をしてるんですよ。そしたら、その、神主のおじさんに、玉抜きをしてもらいたい案件があるんだと。それは、今度潰すことになった呉服屋のビルの屋上にあるお社、こちらの玉抜きをしてほしい。お稲荷さんだと、っていうことだったんですね。で、彼女は確かに呉服屋のビルの屋上に何か小さいお社があったなっていうことは記憶してる。ところがこれを家族が全くこう、まあ面倒を見ず、まあ打ち捨ててあったというかね、ほったらかしになってきたわけですよ。で、雨風にさらされるままに、どんどんこう、なんでしょうね。まあ、敗者とは言いませんが、今でもこれ、ちゃんと神様宿ってんのかしら、ずっとほっとかれてるなというような、ひどいありさまになっていたわけですが、そのビルを潰すことになったから、
まあ一応触りがあるといけないんで、このお社を、まあ、なんて言うんでしょうね、玉抜きしてほしいというか、商業落とししてほしいと言いますか、神主さんに来てもらって、お祓いしてもらいたいというようなことを言い出して。で、まあいいですよと。で、その時に赤ちゃんを連れて、彼女も一緒にその呉服屋のビルに行った。で、おじさんがそのお社を見ると、神主のおじさんが、お稲荷さんだと言っていたけれども、ここに入ってるのはお稲荷さんじゃないね、と言う。で、え、何なんでしょうね。で、彼女は彼女で、せっかく久しぶりに再会したからということで、夫たちと、まあ、写真をね、スマホで撮ったんです。で、せっかく再会したからこれからね、やり直せるんじゃないかという期待も込めて、記念撮影してみた。すると、その写真の写った夫の顔というのは、どうやら奇妙なんかね、目が丸くこう見開いていて、黒目の周りに白目がぐるっとこう囲んでいて、なんか黒目が妙に小さい。なんか、蛇の目みたいな、と彼女。で、おじさんが、お稲荷さんじゃないと思うって言ったときに、その写真のことをふっと思いまして、おじさんちょっと見てと。写真見せまして。もしかして蛇なんじゃないかな。したらおじさんが、あ、蛇神様かもしれないよ。誰か事情は知らないの。このお社どういう経緯で建てられたの。で、それについて、まあ向こうの家族に尋ねてみたら、もう亡くなったおじいさんが、あの蛇神様を信仰していた。まあ、向こうの家ではミー様と呼んでたらしいんですが、ミー様を祀っていたんだ。ミー様を強くこう信じていた。でもそれはおじいさんだけだったんで、おじいさんがまあ病気になって、まあ、年を取ってまた亡くなる、そういった、そういう中で、次第次第に、まあ、おろそかになっていって、誰もまあ水もあげないし、手も合わせないし、もう屋上に上がる人もいなくなって久しいんだというようなこと。そういうわけなら、これは蛇神様を祀っていたんだろうね。とりあえず、おじさんはそこで、玉抜きの儀式のようなことをした。でも、なんとなく不安が残る感じ。で、彼女の方は彼女の方で、何か奇妙な幽霊につきまとわれているような気がするっていうようなこと。で、それどういうことなのか。で、私に何か女の幽霊ついてませんか。で、四柱推命をしている彼女、その相談聞きながら、うん。次第次第に何か白い着物を着た女の影が見えてきた。あ、確かに何かいるな。と、その白い着物を着た女っていうのが、まあ、姿をはっきりさせながら、声もね、聞こえてきた。何か言っている。その声っていうのが、根絶やしにしてやる。根絶やしにしてやる。根絶やしにしてやる。根絶やしにして、繰り返して。根絶やしにしてやるというふうに繰り返しながら、赤ん坊の方をじっと見ている。ね。で、私の手には負えませんと彼女は言ったわけです。で、離婚については弁護士さんにご相談されるべきだし、それからお払いの方は、私が恋にしている弁財天さんをご紹介するから、そちらでぜひお払いを受けてください。私にはできない。で、まあ、自分が懇意にしてる弁財天のお社、京都の方にあるところなんですが、そちらを、まあ、紹介しまして、で、それからしばらく、まあ、様子を見て、で、その赤ちゃん連れた女性は帰っていったんです。で、しばらくしたら、その女性の方はお払いを受けましたと、で、離婚はすることにしました。ありがとうございます。みたいなことだった。で、ところがですね、これで話が終わらなくて、四柱推命の彼女のお母さんからまた連絡がありました。うちの刺繍の方のお得意さんが、まあ、非常にお金持ちのお家で、で、そのお家の奥さんって方は、白蛇様を信仰していて、それで財産なしだと言われているような方なんだけど、その方から連絡があって、先日潰れた呉服屋さんから、放出品のような形で、たくさん反物をいただいたんだと。それを彼女の娘さんにこう肝として仕立てるためにうちにこう運び込んで刺繍をしてもらいたいというご依頼だったんだけど、急に取り消してきた。で、それが何かっていうと、この反物をもらってからどうも悪いことが次々起こると。まず娘さんが子宮がんになってしまった。で、自分も婦人科系の病気にかかってしまった。
で、あの呉服屋は潰れたし、何か悪い予感がするから、この反物はぜひそっちでそのままもらってもらえないだろう。で、刺繍はしなくていい。こんなこと言ってきたんだよ。どうしよう。その呉服屋ってもしかして、まるまる呉服店。私が先日そちらで離婚したいって言ってる、元お嫁さんを、占って差し上げて、結局占うどころじゃ、占ってもどうしようもないから、弁財天さんにお払いに行ってほしい。それから、弁護士さんも頼んだ方がいいってお勧めして、で、離婚することになりましたってご連絡いただいたんだけど、と答えるとお母さんが、あ、そうだよ。その丸々呉服店だよ。おかしな偶然もあるもんだね。っていうことになって。で、その反物っていうのは、このまま持っていたら危ないんじゃないか、というふうに、四柱推命の彼女も思いまして。で、お母さんと彼女と、それから、白蛇さんを信仰していたお金持ちのそのね、お得意さん。で、その三人で、改めて、弁財天さん行って、お払いをしてもらうことになった。で、お払いはしたんだっていうんですね。で、お払いをしたんだけど、そちらの神主さんの方が、ネギさんだったかな、ネギさんの方が、うちでは払い切れるかどうかわかりません。で、こちらの、この反物に宿ってるのは間違いなく蛇様ですが、元いたところに帰りたがってるんですよ。帰りたいから悪さをなしてるんですよ。って話で。で、どうしたらいいのかなと思ったら、四柱推命の彼女の娘さんから連絡があって、急に。で、娘さんから連絡があった。娘さんっていうのは修学旅行で九州の方に行ってたんですね。で、九州の方に行っていて、どうしたのって言ったら、お母さん今、竜田神社にいるんだけど、っていうような話で。あ、竜竜田を打神つって書くんです社。そうでか？す。竜と蛇ですかね。竜竜と田、蛇。竜、え、え、で、竜田神社の方にいるんだ、というようなことを言って、と思って、もしかして、と思ったんで、ちょっと、あなた、それ、本殿の前かなんかいるのと、いるっていう話で、で、じゃあ、本殿行って、手合わせてちょうだいって、お母さんもそっちに向かって手を合わせるから、みたいなことを言いまして、で、四柱推命の彼女は、蛇神様、お戻りください、お帰りくださいというようなことをお祈りしたと。で、そしたら、お払い頼んでたとこのネギさんからも、これで大丈夫なんじゃないかというのをお返事をいただいたんで、お払いは済んでるんですよ。しかし、若い娘さんもいるお家ですし、このまま持ってるのはちょっともやもやするし、実家の方に置いといても、いい反物でもあるから宝の持ち腐れだし、というようなこともあって、こんないきさつがありますから、早瀬さんに差し上げたんだ、と。こういうことなんですね。で、早瀬康弘さんに、送ったっていうことなんです。それが巡り巡って私のところに来たということなんですよ。もらうね。早瀬さんもすごいですけど、それをいただいて来ちゃう川名さんもとんでもないですいや、ね。でも、なんともないだろうなと思ってて、早瀬さんから前、呪いの鉄釘みたいのがありまして、で、それをあるイベントの時に触らせてもらって、これを触ったら、名前出してもいいのかな、角由紀子さんなんかは、すごくこう、怖がって具合が悪くなったみたいなことをおっしゃってたと思うんですけれども、私は触ってもなんともなかったんで、ベタベタ面白いから触っちゃったりして、でもなんともないたちなんで、大丈夫だろうっていうのは思ってたんですね。それ育霊神社は確か、牛の国参りに使った釘じゃないですか。それです。で、なんともないので、大丈夫だろうと思ってね。で、お着物に仕立ててもらったんですけど、全然、もう何回か着てますけどね。いい着物で、当たり前ですけど、あんなにいい反物の着物、私、他に持ってないんで、もうだってなんか。50万円って私相場知らないんですけれど、お着物の。作家物なんですよ。で、一見無地に見えるんですけど、すごく渋いぼかしで、黒から紫へのぼかし染めになってるんですね。で、一応だから、そうですね、着物としては訪問着っていう扱いになるのかなと思うんですけれども、一見無地にも見えるんで、そうですね、で、色も渋いから、何かの法事かなんかに着てっても違和感がない感じかもしれないんですけど。その法事に訪れた人に次々と不幸がとか、そいしてやいや、まもう、たもう、川で名も、さんのもう。怪談の養分に。いや、でもね、もう、お払い済みですから大丈夫だと。
はい、そうなんですね。で、はい、河野さん、すごいいつも着物を綺麗に着てらっしゃって、しかもご自身で着られてるんですよね。あ、そうです、今日もですけど、パパッと着てます。はい、着物はですね、私と着物の縁は非常に、まあ、長いというか深いというか、うち の、 同居していた父方の祖母っていう人が、はい、もう15歳からずっと死んじゃう、そうですね、最後の入院の前の年ぐらいまで、だから、80歳近くまでですか、ずっと着物の縫い子というか、いわゆる和裁師をしてたんですね。あ、はい、和裁師っていう資格を、おばあちゃんが取ったのは多分50過ぎてからで、それ以前はね、そういう資格が存在しなかったと思うんですよ。で、最初はお寺に、お寺に住み込みで働きながら、お坊さんたちの、いろいろね、着物を拾ったり縫ったりするような、神妙っていう仕事があったんです、昔はね。今もうないと思うんですけど、針に奇妙の妙って書くんですよ。はい。多分ね、初めて聞きました。辞書で調べるかなんかしたらね、出てくると思います。もう死後の世界なんですけど、本当もう、今や職業としてもうないですから、亡くなって久しいんですけど、そうですね、戦後すぐぐらいまではあったのかなと思うんですけど、神妙っていう、大きなお寺に住み込んで、こうね、衣装を作るような仕事っていうのがありまして、で、そんなのを、まあ、していた。親戚のお寺だったらしいんですけどね。で、その後、ずっとこう、いわゆる、そうですね、着物の仕立てとか、繕いとかをずっとやる仕事をしていて、で、晩年の方は本当に豪華な衣装を随分縫わせてもらってたみたいですね。やっぱり大変なベテランで、手縫いで、早く仕事をする名人みたいな扱いで、結構ね、有名な演歌歌手とかね、女優さんの着物とかね、随分縫ってたみたいで面白かったんですよ。東京の八王子に本店がある新井呉服店っていう老舗の呉服屋さんがありましてね、はい、今でもあるんですけど、そこね、松任谷由実さん、もともと旧姓新井由実さんじゃないですか。で、新井由実さんのご実家なんですが、八王子の方におばあちゃん引っ越してきてからは、ずっと新井呉服店からこう下請けでもらってたみたいですね、お仕事。で、その前は銀座とか、都心の方のいろんな、日本橋のどこそことか、いろんなとこから、お着物を縫うような仕事っていうのを請け負って、自宅を工房にして仕事をしてたんです。だから、そうですね、うちの実家におばあちゃん存命な頃は、ずっとおばあちゃんの部屋っていうのは、その和裁師の工房を兼ねてたような感じで、お客さんがお出入りしたり、おばあちゃんがそのお客さんを採寸したり、まあ、反物立ったり縫ったりしてたわけですね。で、なんか、自動的に家族全員なんとなく着物が着れるようになってしまうという、縫ってくれちゃうんで、着ないわけにいかないわけです。着るのが当たり前みたいな変なことになるわけですよね。で、まあ、浴衣とか普段着用の着物とか、まあ、ちょっとよそ行きみたいのを、まあ、縫ってくれちゃうんで、で、着方もなんとなく教えてもらって、特にだから、私も着付け師の資格とか持ってませんし、そういう着付けを習ったことっていうのはないんですけど。ないんですか？ないんです。いや、この間、階段の、実話階段フェス、クラブの、はい、実話階段クラブの、イベントがあって、はい、7時間あったじゃないですか。あったあった。うん、全く着崩れされてないので、ビシッとしてるから。崩れないですよ。着物って折り紙みたいな構造で、例えばこっちがちょっと今こう襟出ちゃってるなとか思っても、こうやって引っ張って、この下側からこうね、着物引っ張ると、こっちの布がこう下に行くとか、だからちょっと崩れてきたなと思ったら、こうちょこちょこ直したりするわけですよ。着崩れても簡単に、本来は直せるんですね。でも着付け師さんが美容院とかで着付けてくれたりするじゃないですか。晴れ着的なのとか、はい、浴衣でもなんでも。あれは多分、若干崩れにくかったり、あと着てて苦しかったりするんじゃないかなと思うんですよね。紐を何本も使ってね、ぐるぐる巻きにしたり、タオルで補正したり、それをまたね、ぎゅうぎゅう縛って落ちないようにしたりっていうようなことを多分なさってると思うんで、そうすると多分着てて窮屈だったり、直すのが、かえって逆にね、あっちこっち縛り付けちゃってあるから、簡単に直せなくなっちゃったり、
してんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとよくわからないんですけど。もう今日はなんか着物から始まり着物で終わりの着物尽くしのお話でしたね。そう、まあね、この反物の話をちょっとほとんど全部話しちゃったんですけど、あ、めちゃめちゃ長いええ。話で、こっちの方にね、全部書いたんで、もしよかったら、ちゃんと正しく神社の名前とかも全て書いてありますんで、こっちの方は。ただね、その呉服屋さんとか、その日本刺繍のお店がバレないように書いてほしいって言われて、呉服屋の方はそうでもないかもしれないですけど、日本刺繍のお店の方は、めちゃめちゃ名店で 有名な着物好きの人にとっては憧れのブランドみたいな感じなんで どこだって場所言っただけで、ああ、そこでしょってすぐ分かっちゃう感じだから、もうバレそうでヒヤヒヤって感じなんですけどね。ありがとうございました。はい。1週目はこの辺りで締めたいと思います。まだまだ聞きたいことがありますので、来週もよろしくお願いします。カーナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。